うるさい。お母さん、アスカ消しちゃった。冗談じゃないわよ、このクソガキ。お母さんは助かるわと言います。お母さんはいつも、お母さんとアスカは二人暮らしなんだから、二人家族なんだから、頑張らなきゃいけないのよと言います。確かな歌声を響かせていておくれ。そしたら私はこう。チゲって鍋のことだよ。キムチチゲ鍋ってキムチ鍋なんですけど。でも私はそれでもアスカちゃんに生きててほしい。何度でも言うよ、生きててほしい。生きてできることを探そう。